もうすぐ夜明けね。密かの野郎、今度会ったら八つ裂きにしてやる。おやおや、物騒な話をしているね。怖い怖い。密か、てめえ遅かったじゃないか。ったく、来ないかと思ったよ。ユダは銀30枚でキリストを売ったとされているが、俺たちの中の裏切り者はいくらで俺たちをマフィアに売る？あ、そうだ、今日人と会う約束してたんだった。行ってくるよ。強いからさ、ゾクゾクするんだよ、団長と戦うことを想像すると。団員の能力を教えようか。僕が知っているのは7人だけだがね。僕と組まないか？知らんぷり。そうだ、あいつならゴンを気に入ってるから何とかしてくれるかも。あ、アホ。動くと切る。似てる？ウボウとあの子が？はい、思い出話はそこまで。こっから本題だけど、ウボウはこの中に鎖野郎はいないって言ってた。うん、幕外劇に興じよう。新たに仲間を探すもいいだろう。向かうなら東側に、きっと町人に会えるから。なんだ、上出来だろ。お、悪いな。とか、今週何があったか説明しろ。言えない。あ、だがそこにある一つ目の詩の内容は事実だったとだけ言っておこう。そか、なぜ言えない？それを言ったら言えない内容を言ったも同然だから。言えない、言わないんじゃなく言えない。僕がギリギリ言えるのはそこまでだ。それで納得できないなら、僕も僕を守るため戦わざるを得ないな。相手の能力は言えない。相手の成り形は言えない。お前と相手との関係は言えない。なるほど、つまり差し出すには剣で刺すという意味も欠けてある。ああ、いいよ。密かの言動を規制している剣はかなり強制力の大きな能力だ。やっぱりいいよ。あなたは、絶対にあなたは僕がやる。僕はここに残るよ。勘か？お前の勘は頼りになるからな。その子供、もしかしたら何か重大なつながりがあるかもしれない。あ、ひそか。いや、なんで来たのよ。抜け出してきたのか。安心しなよ、影武者を置いてきているから。早くしてよね。ありなしで顔変えると 4,5 時間で元に戻っちゃうから。何を企んでる。僕もこいつに乗せてくれ。断ったらこの場でゴンとキルアを殺しちゃうかな。キル様なんて、そんなもったいないことしないけど。僕のターゲットは団長のみ。彼が解放されれば僕も船を降りるよ。団長と戦いたい、それだけなんだ。
もうこんなもの必要ない。これでもう仲間割れじゃないから遠慮なくやれるだろう。なるほど、団員じゃないなら話せるな。俺はお前と戦えないというより戦うに値しないと言っておくか。俺は奴にジャッジメントチェーンなる鎖を心臓に刺されてもう念能力も全く使えないんだ。出発していいそうだ。そう。密かな奴、戦わずに飛行船に戻ったぜ。壊れたおもちゃに興味はないんでね。もう逃げていいよと。実は僕の本当の占いでは団長とのデートは火曜日のはずで、しかも僕が対談するときにはもう団員は半分になってるはずだったんだ。